こ、あ、三ツ矢サイダー暴れんなよ。びっくりした今。さっき飲んでた三ツ矢サイダーのペットボトルとかバーンとか言って炭酸で膨らみよったらびっくりしましたね。ということで、サーちゃんデスレやっていきたいと思います。今ですね、夜中の2時なんですけど、普通にね、お菓子食べながらサーちゃんデスレを一人で今1時間ぐらい行って、もうね、そろそろ寝なあかん時間になってきたので実況撮っていこうかなと思ったので撮っていきたいと思います。ということでやっていきましょう。ストロングホールド。カスタマー、管に拡張マージンとファーストマグとグリップ、そしてアフターバーナーと早技と、ブラストサプレッサーとデッドサイレンスのカスタムでやっていきたいと思いまーす。ということでやっていきましょう。3、2、1、アクション。ということでね、今回サーチャンデストロイということで、まあね、サーチャンデストロイに関してはもう初心者ということでね、全然やり込んでいないということで、まあ探り探りプレイしていきたいと思います。開幕センター抜けていけるか、これ抜けていける、危ない、いいですね、このスピーディーな戦い。さあいますね、カットしていく。まずは1キル、まずは1キル、いい感じですね。そして味方のボムキャリーの人がさあ B 節入っていけるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうか。おっと来てるのかい、そこ見れるのかい、全くわからなかったぞ。ということで見ていきましょう、味方さん。さあさあさあ、この人が裏を取っていい感じにいけるんじゃないか、これ。このまま行きいいの、かれこれね、このロビーでずっとやってるんですけど、なかなかね楽しいですね。普通にサーチャンデストロイなかなかのんびりしとってね、ドミネーションなどとはね全然違う感じでなかなか楽しいですね。おっとここまさか見れる、あーなるほどね、あそこにボムを設置したらあそこはスナイパーで見れると。なるほどなるほど、そういうポジション結構あるらしいですね、全然知らないんですけどもね。はい、ということで最初のラウンドはね落としてまいましたね。なんかこっからでしょ、こっから上げていきましょう、見せつけていきましょう。さっきまでねポテトチップスを食べてたんで、デブ活始めてるんでね、ということでやってきます。さあラストは KN44 大口径ストック、なるほどなるほど、渋いカスタムで味方の裏を取ってきやがってこの野郎。ふんふんふん、よし上げていきますよ。はい、ということでよしよしよし、こっからこっから上げていくぞ。結構ねサーチャンデストロイの動画を見たいという方も結構いらっしゃってね、まあ、僕はあまりサーチャンデストロイやらないから多分そういう感じでね、ハセシンのサーチャンデストロイたまには見てみたいという方もね、結構いらっしゃったんじゃないかなということで、どうでしょうか、このサーチャンデストロイストロングホールド。サーチャンデストロイはね、僕の実況スタイル基本うるさい実況スタイルなんで、やっぱりサーチ向けじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。さあ来てますね、さあ待ちますよ。サーチャンデストロイね、結構待つことを覚えろって感じだね。僕結構とつり癖があるので、やっぱね、こういうとこ待っていきたいと思います。さあ味方、おっとマーシャル、おっとマーシャルね、味方が打ち抜かれていきの、味方の足が俺の視界を遮っていく。さあ突っ込んでいっちゃっていいですか、いますね、もう一人奥にいますよ。さあこのエイム素晴らしい。さあさあさあ、おっと下にもいますよ、下にいますよ、おっとおっとおっと、抜けるか抜けるか、おっと当たり一発二発、ロードぞ、すごいロー。さあ味方挟んでいる、挟み込んでいるぞ、突っ込んで、オッケー素晴らしい、ということでいいですね。さあさあさあ、1対1取り返していくということで、ラストはゴールゴンクイックラピュタストック、そしてダークマターエンブレム遊んでいると言わんばかりのこの腰打ち。素晴らしいですね、ナイスプレイということで、ゴリゴリ上げていくぞい。さあやってこうやって、もうこの実況とはさすがに寝ましょうかね。はい、ということで、さあラジコンも溜まったぞ、ラジコンはちょっと残しておいてもいいかもね。さあさあさあ、ボムを拾って今回 B すごり通していくぞ。まあね、室内入ってってもいいと思うんですけど、 A 節か B 節どっちも、でもねストロングホールド結構まだやりやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうしようか。ナイス、開幕抜いてくれた、ありがたいね。さあありがたい限り B 地点設置いっちゃってよろしおすでしょうか、これいっちゃいますよ、入れるかな。さあいっちゃいましょうか、もう早め早めに早め早めにいっちゃって、これすんごい怖いけど、すんごい怖いけど、怖っ。サーチャンですよね、怖っ。上にいるんじゃない、上にはいないかい。さあ味方がやられてしまっているが、下にいるんじゃないかなと思うんですけど、登ってしまった、今いましたね、今いましたよ、今いましたよ、多分こっちから回ってるんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうか。スライディングしちゃった、ちょっとエイムブレちゃった。いらないことしなくていいのにスライディングしちゃったよ、癖で。さあ味方が SVG でボムを確認できるところに置いたから、さあさあいいぞ、これ連携光るんじゃないかと思うんですけども、どうでしょうかこれ。さあ SVG でこれ抜けない、これまずいぞこれ、おおオーバードライブマーシャル。すごい体勢で走るなって。結構じわるって。さあ SVG でこれは勝てるんじゃないか、ナイスということで、うん、いいっすね、素晴らしい。はい、ということで2ラウンド目を取っていく、2対1。さあさあさあ、1本リード、いい感じですね。はい、ということでラストはクダで。これじわるんだよな、マーシャル反射からのオーバードライブで詰め寄ってくる敵を打ち抜いていく、素晴らしいプレー。いいっすね。はい、ということでやっていきましょう、4ラウンド目。
いい感じですね。さあこのまま、もうねリードを尽くしてもどんどんと点差を上げて調理していきたいところですね。さあさあさあラジコンがあるのでラジコンをちょっと使っていきましょうか。このあたりで伏せてラジコン展開していく。さあラジコンプイーンといくとこれ危ない危ない危ない危なすぎるってこれさあなかなかこれまずいね、これまずいね、この立ち位置まずいんじゃないかなと思うんですけど、ケツ追っかけちゃうのはきついと見てーポーン。おっとフラジケか、フラジケじゃないか、あれ知らないのか。さああの距離は知らないか、味方がやられてしまっている。だいぶ裁かれてるね。まずいまずい、2対5か。ちょっと厳しい戦いでありますが、ここまた待たしてもらうよ。さあ味方そっちサイド頼むぞ、ボムの方頼むぞ。裏取りちょっと俺見とくぜ、裏取りちょっと見とくか。味方がやられてしまった、こっちサイドは大丈夫かなということでいますね。この敵士からカットしつつもう一人いましたね、今もう一人いるの分かってんぞ。オッケーオッケーオッケー。さあアクティブカモも溜まったのでちゃちゃっと出していってもいいんですけども、どういこうかな。さあこれ怖いて怖いところでありますが、下にいたね今、うーわマーシャルか、つらマーシャリーはさすがに辛いですね。さあ2対2、同点、激アツのサーチャンデストロイでありますね。さあラスト試合、ラストにふさわしい激アツ。さあラストはマーシャルで、しっかりと狙いつつ、おいおい、俺の体勢よ、おフェードアウトということで、うん、頑張っていきましょう。さあ5ラウンド目に突入、なかなか、いい試合展開になってきましたね。なかなか動画にふさわしい展開ということで、見事ありますよ。さあボムキャリー、俺が行こう、ではないか。さあどう行こうかい、とりあえず室内ぐらいまでゴリッと押した方がいいね。味方がロングを押さえてくれているっぽいので、さあさあさあ室内ゴリッと上入っちゃうよ。上はあんま敵が来ないのかな、開幕。さあさあどうだ、この辺はいないか。アクティブカモで詰め寄るぞ、アクティブカモで詰め寄ってからのカットしていく。さあすかさず抜ける目入っていく、いいっすね。さあこのまま A 説行ってもいいんですけど、 A 説行きますか。 A 説行くぞ、おっとこれ来てるね、まずいよ、来るか、詰め寄るか、詰め寄ってくるか、来るか、来ないのか、来るのか。さあラスト敵は4人、さあさあ2オン4、やばいね、やばいやばい、普通にちょっとまずい展開であるよ。このラウンド落とすのに結構痛いからね、このラウンドはしっかり取っていきたいところでありますが、カットしていく、まさかのラドリー、待って待って、カットしていく、オッケーオッケー、暴れていこう暴れていこう、いません、よいしょ、いいだ、素晴らしいエイムからの敵はどっから来るかですね。さあ1オン1-1、真剣に行こうか、いましたね、これもらったんじゃないか、待って待って、落ち着いていこう、ここ落ち着いて、よいしょい、いいっすね、4枚抜き、ラスト14キル3です、素晴らしい、いいっすね、うん、なかなか気持ちいい、気持ちよかったですね。2オン4からの逆転劇ということで、ハセチンが4枚抜いていく、ラスト下れ、パチカーン、落ち着きましたね。あそこで発砲しとったらちょっと分かりません、分からなかったですね、展開が。あそこで我慢した甲斐がありました。ということでラストラウンド、これでラウンドで決めていきたいところでありますね。さあケアパケが溜まったので、ケアパケで一発ね、GI ユニットらへん呼んでいきましょうか。さあ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 、ケアパケで何が出るかな、味方戻ってくる、パンチしてまた帰っていく、さあもう一人味方来る飛んでくる、UAB か、なるほどね、 UAB 使っていきましょう。さあ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 、そんでもってラジコンがあるのでラジコンも使っていきますか。味方が1人やられちまった、大丈夫そうでしょうか。まあ UAB 出てるのに多分有利に進められるんじゃないかなと思います。もしそうしてね、もう一つ UAB もあるので、これでしっかりカットしつつ、なかなか栄養区の岩場のとこ結構来てますね。さあ UAB 追加でございますよ、おいいぞいいぞいいぞ。さあさあさあ5-on-3、いいっすね。さあ味方が赤手に気づいて、おっと待って、これ来てる来てる、待って、エイムエイムエイム、危なすぎる。さあもう1人来てるんじゃないか、ちょっと一回ここ引きましょう。さあさあ 4-1、 いいっすね、 3-1。さあ頑張れ頑張れ、オッケーナイス、素晴らしい。ということでスコア1830、15キル3です、1セッチ0解除ということで、うん、よかったですね。さあラストはクダ拡張マンシン、クイックラピッドファイアストック、ナイス勝利ということで、このロビーの皆さんお疲れ様でした。ハセシンはこれにて眠りにつきたいと思います。ということで、今回この動画サーちゃんでストローに動画楽しんでいただけたので、ぜひ高評価、チャンネル登録、応援コメントよろしくお願いします。ということでおやすみなさい。